キングブルグリンです。お願いします。いやこの前ね、うん、久しぶりに実家帰ってんけど、うん、その時改めて思ってんけどね、うん、やっぱりおかんってほんますごいなと思ったな。あーすごいな、うん、感謝せなあかんわやっぱりね、ま、確かに僕のお母さんも、うん、水泳で県大会まで行ってるしな、うん、そういうすごい。お母さん今日は事務所まで来ていただいてすいません。マネージャーさんにはうちの娘がお世話になってます。みーちゃんがキッズモデルデビューして半年経ちますけど、年長さんであそこまでポーズ取れる子いないですよ。そうですか。どうされました？みーちゃんのお仕事が順調であればあるほど家族との時間は減っていきます。え、どうもどうも、プードルです。お願いします。ありがとうございます。頑張っていきましょうね、ちょっとね、ちょっと前に僕テレビで見たんですけど、ラーメン屋の頑固親父みんな特集やっててね。はい、どうも、人生アニメです。お願いします。ありがとうございます。すいません、黄色いハゲが続きますけど、ね、すいません。たちまちです。お願いします。なに、タクロウです。お願いします。僕家でさ、うんうん、針金のハンガーをさ、使ってるんやけどさ、あれもうさ外で干したらさ、なんかもう風でさ全部さ端っこ寄ってもうてさ、もう全然乾いてないよあれ。やっぱ売れるためにはね、はい、面白いのは当たり前やけど、やっぱキャラいるな思って。キャラ、そうキャラクターがやっぱ必要やなと思うんです今の時代って。で俺なんか見て、うん、あんまキャラないでしょ。お前どこ指さしてんの。ちょ、最近悲しいことがあって。あ、悲しいこと。さ、地元の友達でプロ野球選手を目指したやつがおんねんけど。あ、いいやんか。そいつが去年いっぱいでユニフォーム脱いだらしいね。え、めっちゃショックで俺応援してたから。みんなお待たせ。どうも、田舎の車と申します。よろしくお願いします。お願いしますね。僕お兄、ね、お兄ちゃんなんですよ。ああ妹がいててね。ああお兄ちゃんやってるんですけど、うん、実際ね、あんま妹と喋ったりしないんですよね。誕生日まであと5分。誕生日会も招待したのに誰も来ない。まあいっか、毎年のことやし、もう慣れっこや。鎌田と森安でチェリー大作戦と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。僕ね、サラリーマンとしてこう働いてたんですけど、上司への接待っていうのがね、あれすごい苦手やったんですよ。やな、簡単やん。宗安さん、そんなんできます？できるわ。宗安さんとか、上司にタメ口使ってそうですね。いいえ、そうそうそう。あ、そうなんですか。デパート丸吉店長、吉永でございます。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。地域の皆様に愛され50年という歴史を築き上げてまいりました。しかしながら本日をもってデパート丸吉は営業終了、閉店とさせていただきます。犬って大変よ。まあね、犬でも病気にかかったりするからね。いや、そりゃそうよ。さあ、病気にかかった時、うん、ちゃんと動物病院連れて行かなあかんでって。ああ、この人が言うてた。言ってへんやろお前。トキオとリピートで、トキオリピートです。行こうか。お願いします。ありがとうございます。たくさん入っていただいてありがとうございます。突然やけどさ、どうしたん。なんか俺の知り合いにユキちゃんっていう女の子がおってさ。ユキちゃん。そのユキちゃんがどうやらリピートの顔めちゃくちゃタイプらしいね。ええー、ちょっとあんた誰よ。え、今、はい、西暦何年ですか。無理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 。どうも、丸亀ちゃんこです。お願いします。ちょっと伸びてきてます。いや、モニターで確認すなよ。どうも。誰に言うてんの。前や前。あ、前ですか、すいません。鎌田と宗安でチェリー大作戦です。よろしくお願いしま す。ありがとうございます。僕ね、サラリーマンとしてこう働いてまして、うん、上司への接待ね、あれがすごい苦手やったんですよ。あんな簡単やねん。宗安さん、そんなんできます。できるできる。宗安さんとか上司にタメ口使ってそうですけどね。いや、そうそうそう。